こんにちは。前回の動画で細胞の基本的な内容を勉強しました。今回は細胞の中身について詳しく見ていきましょう。細胞にはたくさんの部品がありますが、それぞれの働きをつなげながら見ていけば楽しく覚えられます。では行きましょう。さて、細胞というのは実は工場に例えることができます。工場ではたくさんのものが作られますよね。細胞の場合、一番大事な生産物はタンパク質です。私たちの体はたくさんのタンパク質でできているので、タンパク質の合成はとても重要な仕事です。そして工場を動かすためのエネルギーが必要ですよね。これも自分で作らなければいけません。また作るだけでなく、いらないものやゴミの処理も重要です。古くなった部品や異物を処理して細胞を健康に保つ必要があります。忘れてはいけないのが細胞分裂です。これができないと体の成長や新陳代謝の維持ができなくなります。細胞は毎日ずっとこういう仕事をしています。そしてその仕事を支えているのがこれらの部品です。この部品たちは細胞の中にある小さい器官ということで、細胞小器官と呼ばれています。ここからはそれぞれの仕事にどの部品が関わっているかを見ていきながら、その種類を覚えていきましょう。まずはタンパク質合成の仕事に関わる細胞小器官から見ていきます。タンパク質を作るためにはまず設計図が必要です。そして設計図を保存している細胞小器官といえば核です。核の中に保存されている DNA が私たちの設計図だということは有名ですよね。そして DNA にはタンパク質の作り方や作る量、作るタイミングなどもびっちり書き込まれています。すごいですね。さて、核からタンパク質の設計図を受け取るのがリボソームという細胞小器官です。どうやって渡しているかなどはタンパク質合成という動画で詳しく説明しますね。リボソームは DNA の情報をもとにアミノ酸を材料にしてタンパク質を合成していきます。タンパク質合成の主役はリボソーム。これはしっかり覚えておきましょう。ちなみに消化の時、タンパク質はアミノ酸に分解されるんでしたよね。それの逆を行っているわけです。このように自分に必要な物質を合成することを同化、そのために材料を分解することを異化と言われることがあります。ついでに覚えておきましょう。さて、リボソームはタンパク質を作っている間に小胞体という細胞小器官にくっつきます。小胞体にくっついたリボソームを膜結合リボソーム、くっついていないリボソームを遊離リボソームといって区別することもあります。またたくさんのリボソームがついている小胞体を粗面小胞体、あまりついていないものを滑面小胞体と言います。まあこの辺は余裕があったら覚えておきましょう。しかし、なぜリボソームは小胞体にくっつくのでしょうか。実は小胞体はタンパク質の運送屋さんで、リボソームが作ったタンパク質を膜で包み込んでいろんなところへ輸送してくれるんです。しかし、リボソームで作られたばかりのタンパク質の中にはまだ完成していないものもあったりします。それらのタンパク質は小胞体によってゴルジ体という細胞小器官に輸送されます。ゴルジ体はタンパク質を最終調整して完成させます。これをタンパク質の修飾と呼んでいます。めでたく完成したタンパク質はゴルジ体からまた様々なところへ輸送されていきます。ちなみに小胞体やゴルジ体はこれらの働きの他にも脂質を合成したり薬物の解毒代謝を行ったりします。とても仕事熱心ですね。ここまでの内容を簡単におさらいしましょう。核に保存している DNA 情報をもとにリボソームがタンパク質を合成、それを小胞体に渡し運んでもらいます。その後ゴルジ体で追加の作業、修飾を行うこともあります。タンパク質合成はこういった流れで行われます。ここで実際の国試問題を解いておきましょう。これは飛ばさず解くことをお勧めします。
タンパク質を合成するのはリボソームでした。答えは2です。核とゴル自体も関連はしていますが、あくまでも核は DNA の保存場所で、ゴル自体はタンパク質の合成ではなく修飾を担っています。他の2つについてはこの後説明しますね。さて、では細胞の仕事のうち、次のエネルギー生産に関わる細胞小器官を見ていきましょう。自動車はガソリンや電気で動きますが、細胞では ATP という燃料が必要になります。正式名称はアデノシン三リン酸で、こういう形をした物質です。さて、そんな大事な燃料を作ってくれるのはどの細胞小器官でしょうか。そうです、ミトコンドリアですね。ミトコンドリアは酸素といくつかの材料から大量の ATP を作ってくれます。ここで酸素が必要なので、私たちは息をしているわけなんです。実は ATP の合成にはミトコンドリア以外の経路があるのですが、こちらはエネルギー代謝という別の動画で詳しく解説しますね。さて、ミトコンドリアは実に不思議な器官で、実は自分専用の DNA を持っています。だからもともと別の生物で、何十億年も前に細胞に入ってきて共生した結果だと言われています。ちなみにミトコンドリア DNA は母親のものが引き継がれるので、あなたとお母さんのミトコンドリア DNA は一緒です。そしてそのまたお母さんのも同じです。これを何世代も何世代も繰り返していって行き着く女性をミトコンドリアイブなんて呼んだりします。はい、ATP を作ってくれるミトコンドリアを紹介しました。では次の仕事を見ていきましょう。不要物や異物の処理についてです。細胞にはこの仕事専門の細胞小器官があります。それがリソソームです。リソソームはいらなくなった細胞内の物質や侵入してきた異物などを分解してくれるゴミ処理場のような器官です。マクロファージなどが細菌を食べて溶かすときもリソソームが活躍します。リボソームと名前が似ているので混乱してしまうかもしれません。掃除をするからリソと覚えておきましょう。さて、最後の仕事に行きましょう。細胞分裂です。自分の体を2つに分けるって冷静にすごいことですよね。細胞分裂にはどのような細胞小器官が関わっているんでしょうか。細胞が自身のコピーを作るとき、まずは一番大事な設計図である DNA を複製します。そして複製された DNA は集まりまとまって染色体という状態になります。無事に複製が終わり、染色体が完成したら、染色体を一部ずつ分裂後の細胞に振り分ける必要があります。その振り分けを行うのが中心体という細胞小器官です。中心体もまた普段は一つなのですが、細胞分裂の時には中心小体という2つの部品に分かれます。そしてそれぞれの中心小体はそれぞれの細胞の両極に移動します。その後、中心小体から染色体に向かって防水糸という紐が伸びて防水体を作ります。防水というのは糸を紡ぐときに使う道具です。形が似ていますよね。すると染色体がこの糸に沿って引かれて移動を始めます。染色体が半分ずつ振り分けられたら、最後に細胞がくびれて細胞分裂が完了します。これで自分のコピーが完成しました。こういう仕組みだったんですね。簡単におさらいしましょう。細胞分裂に関わる主な細胞小器官としては、 DNA の複製を行う核と染色体を引き寄せる中心体があります。さて、細胞の働きから細胞小器官を詳しく見てきました。この瞬間も皆さんの細胞の中で細胞小器官は働いています。生き物って不思議ですね。最後にちょっと難しめの問題を解いてみましょう。理学作業療法士の国史からです。選択肢1から解説しますね。小胞体は
主にタンパク質の輸送をしてくれるんでしたね。×です。選択肢2のゴルジ装置とはゴルジ体のことです。ゴルジ体はリボソームが合成したタンパク質に手を加えてくれる、つまり就職するんでしたね。これが正解です。選択肢3ですが、ミトコンドリアはグリコーゲンを分解しません。確かにグリコーゲンおよびグルコースは体内でエネルギーの元になります。ただミトコンドリアはそれらを直接は使わないんです。じゃあグルコースは誰が使うのって気になりますよね。それについてはエネルギー代謝という動画で詳しくやる予定です。選択肢4のライソソーム、これはリソソームのことです。ここをリと読むかライと読むかの問題ですね。この読み分けのパターンはよくあります。さてリソソームは掃除をしてくれるんでしたね。×です。選択肢5のリボソームはタンパク質合成を行っているんでした。選択肢4号で混乱しないように気をつけましょう。はい、今日はこれで終わりです。でも今回の勉強でいくつか新しい疑問が生じてしまいました。ミトコンドリア以外の ATP 産生、一体どんな仕組みなんでしょうか。リボソームはどうやってタンパク質を作っているのでしょうか。その辺のことはとても重要なので、また別の動画で説明していきます。それではまた。